ハイジャック、ハイジャック、ハイジャキングとは、不法に輸送機関や貨物の強奪や乗っ取りを行うことである。特に航空機に対する行為に用いられ、日本の法律用語では、航空機合衆や航空機不法奪取という。以下、本校でも航空機ハイジャックを中心に扱う。ハイジャックの手段には、武器などによる脅迫や威嚇、殺術などがある。 ハイジャックの目的には、逃亡や亡命、金品の強奪や、身の白金要求、何らかの政治的意図の遂行などが挙げられる。また、心神喪失状態にあった者が起こした目的が、はっきりしない事件もある。ハイジャックを防止するために、様々な対策が複合的に取られている。ハイジャック対策は、国や空港、航空会社によって際はあるが、国際条約により、 加盟各国による協調体制が構築されている。狂気や危険物が航空機に持ち込まれないよう規制されており、空港では手荷物検査などが行われている。機場では航空保安官が定常し、ハイジャッカーの侵入を阻止する要操縦室のドアは強化されている。ハイジャックの発生件数は資料により異なる。旧東側諸国で発生した事件は、 はっきりわかっていないものもある。本校では、および、アビエーションセーフティーネットワーク、アビエーションセーフティーネットワーク ASN を主に参照する。ASN のデータベースによると、2017年末まで2074件の航空機ハイジャック事件が起きている。ハイジャックとは、輸送中の貨物や、輸送機関そのもののを強奪したり乗っ取ったりする行為を指す。 競技では特に航空機に対して用いられる。航空機におけるハイジャックとは、乗客や乗員らが不法に航空機を奪取したり、その運航を支配したりする行為であり、これらの未遂や固い行為も含まれる。ハイジャックを行う手段としては、武器や暴力などによる脅迫、あるいは威嚇や、差実などが挙げられる。ハイジャックの元来の意味は、乗り物そのものや、 運送貨物を強奪することであり、特に禁止法が施行されていた1920年代のアメリカ合衆国で密造紙を輸送するトラックや船舶から積み荷を強奪する行為を指した。ハイジャックの語源として以下のように諸説が挙げられている。このように、ハイジャックは英語由来の言葉であり、ハイジャック行為を指す動詞をハイジャック、ハイジャックの名詞形をハイジャキング、 ハイジャック犯をハイジャッキーやと呼ぶ。特に航空機乗っ取りに対しては、エアクラフトハイジャキングやエア、クラフトパイラシーと表現することがあるほか、スカイジャック、スカイジャック、スカイジャキングとも言う。日本の法律用語では、航空機号種や、航空機不法奪取という。ハイジャックの目的は様々であり、明確な目的が見出せるものとしては、逃亡、亡命目的のものや、 金目当てぬもの政治的意図に基づく事件などが挙げられる。それ以外では、心神喪失状態にあったものなどが起こした事件や、冗談のおつもりがハイジャックとされた例もある。ハイジャッカーの人数は一人から複数名と様々である。中には、乗客乗員18人のうち16人がハイジャックに関与した事件や、操縦士自らがハイジャッカーとなった事件もある。 主な航空機ハイジャック事件は航空機ハイジャック事件の一覧を参照。自国の生活に絶望した者が外国へ脱出する手段としてハイジャックを選んだケースである。発生件数が最も多く1931年から2005年にかけてのハイジャック総数のほぼ半数を占める。旧ソ連を中心とした東側諸国から西側諸国への亡命や アメリカ合衆国から社会主義革命後のキューバへの逃避を図った事件が目立つ。移動の自由が制限されていた旧東欧、社会主義国では陸の国境警備が厳しく、海は時間がかかり危険であったため、同性のちがけなら短時間で勝負できるハイジャックを選択する人が多かった。一方、アメリカからキューバへ向かったハイジャックの場合、 ベトナム戦争による国民の不安が背景にあったとみられる。乗客の金品や積み荷の強奪を目的としたハイジャックや搭乗者を人質に取り身の白金を脅し取ることを目的としたハイジャックである。このタイプのハイジャックにはアメリカ陸軍特殊部隊軍など特殊部隊の元隊員が起こした事件が目立つほか、金品や身の白金を奪った犯人が パラシュートで飛び降りて逃亡する例が見られる。ヘリコプターにより銀行強盗や刑務所破りを行った事件も起きている。1971年11月24日に発生した DB ・クーパー事件では偽名を使った男がアメリカで旅客便をハイジャックして身代金を要求した。シアトルタコマ国際空港に着陸後犯人は 乗客と一部乗員を解放し、引き換えに現金二十万ドルを受け取った。その後犯人は旅客機を再び離陸させ、現金と共にパラシュートで飛び降りた。犯人は見つかっておらず未解決事件となっている。反政府ゲリラやテロ組織などの政治的意図や信念に基づいて実行されたハイジャックである。逃亡や金品強奪のためではなく、収監されている。 仲間の釈放要求や政治的アピールの手段としてハイジャックが利用された。革命や社会改革を掲げつつ身の白金も要求するといった複数の目的を伴う事件も起きている。また宗教間対立に由来するハイジャック事件も政治的ハイジャックに分類される場合もある。政治的ハイジャックを行った組織としてパレスチナ解放人民戦線。 PFLP や日本赤軍、南米の左翼ゲリラ、イスラム原理主義組織などが挙げられる。特に PLFP は1970年前後に立て続けにハイジャックを行い、狙われた西側諸国の航空会社を侵犯させた。その過激さは他の解放組織からも強く批判されるほどだった。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以下。 9.11事件では、イスラム原理主義者が4機の旅客機をハイジャックし、乗客を道連れに自爆テロ攻撃を行ったことで、約3000人もの命が奪われた。ハイジャックの中には、目的がはっきりしない事件もある。ハイジャック犯が、精神障害や薬物依存症などの何らかの理由で一時的な、心神喪失にあったと見られ、犯人が罪に問われない場合もある。 目的がはっきりしないハイジャックは、日本が関係した事件が目立つ。これまで挙げた、いずれにも該当しないケースとして、冗談のつもりの乗客の言動が冗談では、済まされない事態に至った事件である。機内で乗客が、乗員に爆弾が入っていると冗談を言うなどして航空機が緊急着陸したり、その乗客が連行される騒ぎになった事件が起きている。 ハイジャックや航空テロを防止するため様々な対策が複合的に講じられている。安全上の観点から詳細が公表されていないものもある。国や空港、航空会社によって対策の内容は異なる。ここでは国際民間航空機関 ICAO で定められている対策を中心に述べる。第二次世界大戦後国際民間航空の発達や 国際航空運送業務の運営に関して各国が協力することを目的に国際連合の専門機関として ICAO が設置された。ICAO によってハイジャック対策のための国際条約が作成され航空保安に関する国際標準や勧告なども定められている。ICAO の取り決めは新たなリスクに対応する形で改定が重ねられてきた。 2001年に9.11事件が発生した後には保安措置のより確実な履行が各国に求められ ICAO による監査も行われるようになった9.11事件までのハイジャック対策はハイジャッカーが生存を前提に行動するという考えに立っていたしかし9.11事件では最初から自爆を意図してハイジャックが行われたことで以降は 対策の方針転換が図られた。ハイジャックを意図する人物とその企てのための凶器が機内に入るのを防ぐため、空港では保安検査が行われる。ハイジャックの凶器となりうる銃や刀剣類などは旅客機への持ち込みが禁止されている。また、爆発物や発火、または引火しやすいものなど航空機や搭乗者に危害を与える恐れがある危険物は、 機内への持ち込みが禁止、制限されているほか、液体物は持ち込める容量が制限されている。これら危険物などが機内に持ち込まれるのを防ぐため、登場前には金属探知機や X 線検査装置などを用いた手荷物検査が行われている。ペットボトルに危険物が入っていないかを液体物検査装置を用いて確認する場合もある。 搭乗者が持ち込み禁止品を所持していないかを検査するためボディスキャナーを用いる空港もある。ボディスキャナーにはミリ波を全身に照射するアクティブタイプと人体が発するミリ波やテラ波を検知するパッシブタイプがあり、プライバシー保護を考慮して加工された検査結果が係員に提示される。貨物室へ収納される。受託手荷物や貨物に対しても危険物に対する禁止。 制限措置が取られている。受託手荷物や貨物は搭載前に X 線検査装置や爆発物検査装置などによって検査され、危険物等が機内に入るのを防いでいる。テロ活動自体を予防、阻止するため、各国ではテロリストへの資金供給の抑制策を講じたり、情報活動を行ったりしている。テロリストなどの移動情報を得るため、アメリカでは、 自動ターゲティングシステム、オータメイテッドターゲティングシステム以下、ATS が稼働している。このシステムでは国境を越える人や、貨物の情報を収集し、全米規模でテロリストなどの情報を分析している。アメリカでは、航空機の乗客名簿は政府に提出され、テロリストデータベースと称号されたり、過去のテロ犯罪情報と符号されたりする。その結果、 安全に対するリスクが高いと判断された乗客は、搭乗を拒否されたり特別な監視が行われたりする。日本でも、他国から乗り入れる、航空会社から、乗客名簿の提供を受け、テロリストや不法入国者の入国を阻止する、事前旅客情報システム、APIS が運用されている。航空保安官は武装した警官あるいは警備員で、あり、スカイマーシャルとも呼ばれる。 航空保安官は飛行中のハイジャックを防止することを任務とし、乗客を装い私服で旅客機に計上する。航空保安官の人数や装備、搭乗便名といった具体的内容は、保安上の観点から原則非公開である。アメリカやイスラエルの航空保安官は、拳銃を携帯していることが公表されている。日本の場合は、航空保安官の正式名称も公開されていない。 これは、その、存在自体が、抑止力という考え方による。航空保安官は、厳しい要請過程を終了することが求められる。格闘技や、拳銃の射撃といった狭い機内でハイジャッカーを、制圧するための訓練を受ける。旅客機の操縦室のドアには、侵入や攻撃を防ぐ対策が施されている。消火器による射撃や、手榴弾の破片などに耐えられるように、 防弾性のある素材が使用されている。また、力士級の大柄の男二人が体当たりしても突破できない強度を持つ。運航中は常に施錠されており、各操縦士席から会場、施錠操作が可能である。そして、扉の外に不審な人物がいないか、各操縦席から監視できるようになっている。また、機内で保安上の問題が発生した際に、 目立たないよう操縦士に知らせる装置を備えている。かつては離着陸時などは操縦室のドアを施錠していなかった。緊急時には男性の人蹴りで外すことができ、操縦室を通って脱出することも想定されていた。しかし、9.11事件を受けてアメリカ運輸省はハイジャッカーが容易に操縦室に侵入できたことが3時に至ったと結論付け、 操縦室への侵入防止を優先することになった。記録に残る史上初の航空機ハイジャックは1931年2月21日にペリューのアレキパで発生した。空港に着陸した郵便輸送機が革命軍により包囲され、宣伝ビラを空から撒くために飛行するよう要求された。これを拒否したパイロットは革命軍に拘束されたが3月2日に 解放された。第二次世界大戦前に発生したハイジャックはこの一件のみとされる。航空機はまだ大衆に遠道く、類似の事件が起きることはなかった。戦後最初のハイジャックは1947年7月25日に発生したとされる。ルーマニアの将校三人が民間機を乗っ取りトルコに亡命した。ハイジャッカーに抵抗した機長は、 拳銃で撃たた。れてて着陸後ににに死亡し、ハイジャックによる初めての犠牲者になった1948年7月17日、史上初めてハイジャックにより旅客機が墜落した、キャセーパシフィック航空機ハイジャック事件。この事件では、マカオから香港へ向かっていた、旅客機が4人組に乗っ取られた。ハイジャック犯が操縦士を射殺したため旅客機が操縦不能となり墜落した。 乗客3人と乗員22人が死亡し、唯一の生存者はハイジャック犯の一人であった。この事件はアジアで発生した最初の航空機ハイジャック事件でもある。アメリカ合衆国で最初の航空機ハイジャックは1961年5月1日に発生したからキーウェスト国際空港へ向かっていた旅客機が乗っ取られ、 カリブ海の小国キューバへ向かうよう要求された。当時キューバでは、ラテンアメリカで最初の社会主義革命であるキューバ革命が進行しており、アメリカとの国交断絶を経て社会主義宣言を行っていた。このような情勢下で、アメリカで差別や貧困に苦しんでいたキューバ移民は、祖国に帰るためにハイジャックに走った。1968年から1973年、 ゴロまでキューバへ向かうハイジャックがあまりに多発したことでキューバ急行という信号が生まれるほどだった。キューバ革命は南米のコロンビアの反政府左翼組織も刺激し、コロンビア革命軍や民族解放軍の活動が活発化した。バランキージャからサンアンドレストへ飛行中の旅客機が1967年8月6日にハイジャックされたのを最初にコロンビアからも 九倍期を要求するハイジャックが多発した。1940年代から1950年代に発生したハイジャックの大半は逃亡や亡命目的であった。第三世界の国々で発生した数件を除いて、ほとんど平和的に解決していた。これまで西側諸国では死者を伴うハイジャックが起きていなかった。しかし九百五十年代に入ると武装集団や、 ゲリラの影響が見られるハイジャックが発生し始めた。政治的ハイジャックを世界に印象付けたのは、パレスチナゲリラが最初だった。1948年のイスラエル建国で、パレスチナ人は故郷を追われ、周辺のアーラブ諸国で難民として暮らしていた。1967年に、第三次中東戦争が勃発し、アラブ諸国の正規軍は短期間で、イスラエルに敗れた。 パレスチナ難民は自力で故郷を取り戻すべくゲディラ戦を展開した。1968年7月23日、マルクス・レーニン主義を掲げるパレスチナ解放人民戦線 PFLP がイスラエルのテルアビブに向かっていた LR 航空の旅客機を乗っ取りアルジェに着陸させた LR 航空426便ハイジャック事件。パレスチナゲディラは イスラエルの権威を失墜させると同時にアメリカのイスラエル支援を非難しパレスチナ難民の救助を世界に訴える手段としてハイジャックを利用したのである。この実験は政治的ハイジャックが世界各地に飛び火するきっかけとなった航空機ハイジャックの発生件数は1968年から急増し1969年と1970年には 年間80件を超えるハイジャックが発生した。ハイジャックは航空会社にとって大きな脅威となり、世界各国で防止対策が取られた。アメリカではハイジャックの罰則を定めた法案が1961年に施行され、同法では死刑が最高刑とされた。さらに、世界に先駆けて1968年からアメリカでは、 ハイジャック防止を目的とした手荷物検査が開始された。最も被害の多かったイースタン航空では、1969年10月から金属探知機と手荷物検査を組み合わせたハイジャック防止システムを導入し、トランスワールド航空やパンアメリカン航空もこれに続いた。1970年には日本で最初のハイジャック事件となるヨドゴーハイジャック事件が発生した。 この事件を受けて、同年に航空機の合手等の処罰に関する法律、ハイジャック処罰法、航空機合手法が成立し、日本でも搭乗前の手荷物検査が開始された。1977年に、日本赤軍による脱下日航機ハイジャック事件が発生した後には、防止対策が強化されて持ち込み手荷物の制限が行われている。国際協力体制の法的枠組みの構築も、 図られ、1960年代から1970年代にかけて国際民間航空機関、インターナショナルシビルアビエーションオーガニゼーション、ICAO において航空機にまつわる犯罪を防止するための3つの国際条約が作られた。この3条約とは、1963年の航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約、東京条約、 1970年の航空機の不法な脱出の防止に関する条約、ー偶条約、1971年の民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約、モントリオール条約である。東京条約では、主に飛行中の航空機内で行われた犯罪や、航空機の安全を害する行為に対する裁判官活権や、 これら犯罪等を取り締まるための基調の権限などが定められた。東京条約の制定当時は、ハイジャック発生件数はそれほど多くなく、同条約ではハイジャックは主たる規制対象とは捉えられていなかった。しかし、同条約が発行した1969年には、ハイジャックの発生件数が急増しており、同条約では対処しきれなくなっていた。そこで、 1970年に作成された平グ条約ではハイジャックの防止を主たる目的とし、東京条約では不十分だった点が強化された。同条約では航空機の不法脱出等を犯罪と認め、ハイジャック犯に重い刑罰を科すことを締約国に義務付けたほか、犯人引き渡しに関する規定が定められた。さらに、 1971年に作成されたモントリオール条約では、ハイジャック以外の民間航空の安全に対する一定の不法行為を犯罪とし、その犯人の処罰及び引き渡し等について規定された。同条約では、飛行中だけでなく、業務中の航空機や航空施設に対する破壊や安全を損なう行為についても重い刑罰を科すよう定約国に義務付けた。さらに、 裁判権の広範囲な設定や犯人の引き渡しについても規定されている。平和条約やモントリオール条約では、定約国のいずれかにおいて犯人を処罰する体制を確立し、範囲入りに逃げ込み場を作らないという一種の世界主義的な考え方が導入されている。これらの対策にもかかわらず、9倍機のハイジャックに悩まされたアメリカは、1973年に、 国交断絶中のアメリカとキューバは航空機や船舶の不法脱出及びその他の犯罪に関する協定を結んだ。この協定はハイジャック犯人だけをキューバに引き渡し、機体と乗客は速やかに帰国させるというものであった。この協定は不法脱出行為を防止する実効性を発揮したと評価されている。その後1978年には 西ドイツのボンで開催された第4回、先進国首脳会議において、航空機ハイジャックに関する声明、ボン声明が発せられ、国際テロ活動と戦うため参加国が共同して、対抗措置を取る決意が表明された。この声明では、犯人の引き渡しや卒業拒絶する国あるいは、ハイジャック機を返還しない国に対して、航空機の運航を中止することが述べられた。また、 生命中で参加国以外への参加も呼びかけている。その間、国際連合においても、国際テロ事件を対象とした2件の条約が採択されている。まず、国際的に保護されるもの、外交官を含む、に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約、国家代表等犯罪防止処罰条約が1973年に、 採択され1977年に発行した。この条約は国家元首や外交官といった国際的に保護される者の誘拐や殺害事件が増加したことを受けてそれらの行為を犯罪と定め犯人の処罰や引き渡し等について規定している。続いて人質を取る行為に関する国際条約、人質行為防止条約が1979年に 採択され1983年に発行した。1970年代にミュンヘンオリンピック事件や大使館選挙事件といった人質行為を伴うテロ事件が増加したことを受け、これらの人質を取る行為を防止するための条約である。国際的なテロリズムとして行われる人質を取る行為を犯罪と定め、その犯人の処罰や引き渡し等が規定している。 1980年代に空港におけるテロ事件が増加したことを受けて、モントリオール条約を補足する、規定書として、1971年9月23日に、モントリオールで作成された、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に、関する条約を補足する、国際民間航空に使用される空港における、不法な暴力行為の防止に関する、規定書。 空港不法暴力行為防止議定書が作成され、この議定書は国際空港の安全を損なう一定の暴力行為を犯罪と定め、犯人の処罰のための措置が規定したもので、1988年に採択され翌年を発行した。この頃、プラスチック爆弾を用いた航空機爆破事件が相次いだ。1987年には、 大韓航空機爆破事件が発生し、ボーイング707が爆破され、搭乗者全員の115人が死亡した。1988年には、パンアメリカン航空103便爆破事件が発生し、パンアメリカン航空のボーイング747が爆破され、搭乗者259人全員と地上で巻き込まれた11人が死亡した。1989年には、 ウタ航空772便爆破事件が発生し、フランスのウタのマクドネルダグラス DC-10 が爆破され、搭乗者全員の170人が死亡した。これらの事件、特にパンアメリカン航空103便爆破事件を直接的な契機として ICAO により過疎性爆薬の探知のための識別措置に関する条約、過疎性爆薬探知条約が作成された。 この条約では、過疎性爆薬への探知剤の添加等の措置を契約国に義務付けている。1970年代には390件に達したハイジャックの発生件数は、1980年代に284件、1990年代には263件と、減少傾向を示していた。1990年代になると、組織的で、 大規模なテロ活動の背後にある資金源を断つ必要性が認識されるようになった。既存の条約では資金供与について明示的に扱われていないことを踏まえ、1999年国連においてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が採択された。この条約ではテロ行為の準備行為となる資金提供や収集自体を犯罪と定め、 そうした行為を行った者を、訴追や処罰することで、テロ行為を防止することを狙いとした。当初、この条約に対して、署名や批准を行うことに、消極的な国が少なくなかった。しかし、2001年に9.11事件が発生し、ウサーマビン・ラーディンが、事件の実行犯たちへ、資金提供を行っていた疑いが強まり、テロ活動の資金源に対する関心が高まった。 2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件9.11事件は史上最大の犠牲者を出したハイジャック事件となった。テロリストがアメリカで4機の旅客機を乗っ取り自爆攻撃を行った事件である。アメリカン航空11便とユナイテッド航空175便はハイジャックされてワールドトレードセンターのノースタワーとサウスタワーに それぞれ突入した。航空機の衝突後にタワーは相次いで崩壊し、両機の搭乗者全員と地上で巻き込まれた犠牲者を合わせて約3000人が死亡した。同じ頃ハイジャックされたアメリカン航空77便はアメリカ国防総省のペンタゴンに突入した。衝突により爆発炎上し、搭乗者64人全員と地上の125人が死亡した。 ユナイテッド航空93便も同様にハイジャックされ機体の操縦を奪われたが乗客たちの抵抗により犯人の意図した目標へ到達する前に墜落した。同便では搭乗者44人全員が死亡した。これまでのハイジャック事件では犯人が生き延びることが前提であったが9.11事件においてハイジャッカーは最初から自爆を目的としていた。このことは ハイジャック対策の考え方を根本から揺るがした。この事件を受けてアメリカではテロ対策の大幅な強化が図られた。まず同年10月には異例の早さで米国愛国者法が成立した。この法律は電話の盗聴やインターネット、通信記録の応酬など規制当局の権限を大幅に拡大するものであり、経済の自由やプライバシーを侵害するという、 反対意見が出され議論となった。続いて11月には、が発行した。この法律は、運輸保安庁の設置や空港における手、荷物検査体制の強化、航空機の操縦室のドアの強化、航空保安官の形状などについて定めている。9.11事件の際に、アメリカでは、運輸省管理課の沿岸警備隊、財務省管轄のシークレットサービス、 司法省所属のなどの機関の連携が取れず批判の対象となったため、これら関係機関を統合した国土安全保障省が新設された。2002年に行われた国土安全保障省の設立は、1947年のアメリカ国防総省設立以来の最大の組織改編とも言われる。ICAO においても航空保安の強化について議論され、2002年7月に 新しい国際ルールが適用された。新しいルールには操縦室ドアを強化する安全基準や航空保安官の形状、空港内の立ち入り規制などが含まれ、さらにこれらの国際標準を国内線にも適用することが求められるようになった。2010年には最近のテロ防止関連条約に共通に取り入れられている規定を モントリオール条約や平具条約に導入するため、ICAO により、国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約、北京条約及び、航空機の不法なダッシュの防止に関する条約の追加議定書、北京議定書が作成された。ASN の統計によると、軍用機やプライベート機を除くハイジャックの発生件数は2003年以降は、 年間10件未満で推移している。自動車の乗っ取りをカージャック、カーゲイキング、船舶の乗っ取りをシージャック、シージャキングということがある。また、コンピュータネットワーク通信においてセッション ID を取得することで第三者が不正になりすまして通信を行うことをセッションハイジャックという。日本においてはバスジャック、電波、ジャック、番組、 ジャックなど、多数の、ジャックという和製英語が生まれた。その他、広告主がメディアを買い占める行為を、メディアジャック、テレビジャック、ラジオジャックということがある。これは合法的な行為であり、特定の広告枠を買い占めること、あるいは、複数の媒体にわたり短期集中して大量に広告を行うことである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。